父ちゃんに出入りしてるのが一番多いのは近藤君かな。そうですね。そうですね。週に3日ぐらい。そこまではない。そこまではないですけど、まあ、大体夜お会いしてましたよね。はい、でございますけれども、まあ、思い出もたくさんあると思いますけど、はい。ドラムの後ろに今度あったのもどんどんでございまして、はい、ですよね。その時に、はい、百戦メンバーのプロソードを知られてですね、あ、いいじゃんですよね。そこで結成したわけです。そこですぐ誘ってもらえるんですよね。はい、何年か後に。なるほど。何かあったんでしょう。はい、ということでよろしくお願いします。はい、それではよろしくお願いします。ソキコードを取るよ。
Yeah.